どうも、大の字です。うーったー大の中学校、うーったーい。ビクサです。ジュニアです。大のじゃーん。さあ、リアクション動画、今日は ILI です。これはコールワンワンナインでいいのかな。多分ね。これね、俺は実はサブスクで先に聴いて、はい、曲かっこいいなと思ってね。俺自分でプレイリストに入れちゃったこの曲かっこいいですよ。俺も聴いて、俺やっぱロケッティやからやっぱすごいよね。ああいうのだからさ、本当は褒めたくないの、系列会社が一緒だから。はいはいはい、嫌でしょ。忖度してるとかね、そう思われるのも嫌だし、ね、もう俺なんてそれはもちろん、うん、霜降り明星とかさ、うん、すっげえ面白いと思ってるからね、超いいコンビだと思ってるから会うと緊張するから2人だけどさ、そんなの褒めたらさ、何すり寄ってんだよ、はい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 、とか言うやついるでしょ、うん、まあまあ見てる人のやだやだと思ってそんなんじゃねえのに、本当にファンだよに。そうそう、いや、ファンっていうか、いや、おもろいと思うよ、はいはい、だからそういう意味で言うと、INI はやっぱりちょっと褒めたくなかったんですけど、いや、もう悔しいかな、やっぱ今、BE:FIRST と INI を、偶然にもやっぱリリースも同じタイミングでやっぱするし、やっぱこの2人って、馬場と猪木、長州藤浪そう。いやいや、やっぱそうなのよ、大長島ないし長島野村みたいなさ、やっぱあんのよ、桑田清原とかさ、ある種のその修正のライバル感というか、ここはね、もう避けられないところだと思うよ。そんな中でこれちょっと聞いてみましょうか。はい、かっこいいんだよな、かっこいいんだよな、かっこいい、ちょっと 80s もね、ね、うん、これがね、だファッションとかもそうだよね、はいはいはい、もうかっ、だって今ので口座はワンナイって言ってるのに聞こえなかった、ポコボンボンナイに聞こえるのワンワンナイかっこいいな、ホルダー指差し、いやーかっこいい、だからもうサビはもうドロップだから、うんうん、あれちょっと K-POP ですね、だよね、ですね、わー、ここもね、いやー、ふわりもいいね。飽きねえもん、ね。ずっと同じビートのはずなんだけどな。飽きねえもんね。DJ 流すだよね、でもこういうのってね、本当に。やっぱりこうパフォーマンス込みだからさ。はいはいはい。どうしても曲でかけちゃうと同じビートがずっと続いちゃう感じになっちゃうから、だけどすごくよくできてんだよね。ね、
ことボンボンだ。かっこいいな、もう。な、繰り返し最高いいよね。ね、あれは。繰り返し最高いよね。消防署呼べって言ったの？なあなあ、真似したくなるな、ビートは変わんないんだけどね。コードだってそんないっぱい使ってるわけじゃないでしょ。うわぁ、見事。これはすごい、お見事。これいやー、どっちが飛んだろう。リバーストとありえない。まあ曲調っていうか曲のトラックの作り方は全く対照的で、対照的、スクラッチガンガン入りて、割と K-POP もあるのとついて作ってるけど、確かに、まあ飽きさせないっすよ。すごい、それこそさっき言ったの、本当80年代90年代ぐらいの音も音数も入ってる。イントロがもうもろそうだったね。レタリングとかファッションも全部そうだけど、分かんない、 A 氏が何を歌ってるか分かんないけど、とりあえず救急車を呼ぶ。救急車呼んでっていう歌でいいんだろうけど、そこも含めて超ポップじゃん、はい、なんか入るとこれがもうダンスになっちゃってるってさ、ちょっとこれはこれはこれでにやけちゃうな。千鳥の漫才のと、あ、俺にオマージュなんだ。智弁和歌山高校ってやつ。紅を引いてやるかな。いやー、すごいな、これは。あれしたくなるわ。対照的でもやっぱちょっと共通してることは、全部ボーイズグループ、うん、80s 回帰になってるのは間違いなくて、うんうんうん、やっぱ BTS のモードからだよね、うん、BTS のダイナマイトからだよね。確かに、やっぱコロナ禍っていうのがあって、うんうん、やっぱり80年代のキラキラした感じっていうのが、はいはいはい、新しい上にさらにすごく妖精のパワーを、うん、この曲もなんか語弊があるかもしれないけど、元気なのも、うんうん、すっげえ、うんうん、かっこいい、かっこいい、とにかくかっこいい。で A、B、ふわりで言うと、はい、そのいわゆるドロップのとこ、はいはい、これ全部飽きさせない、うんうん、展開のもう秒が、うん、次これいく、これいくみたいな、うんうんうん、そういう意味で言うとなんか M1 の漫才っぽいよ。あー、確かにね、面白い解釈。 M1 の漫才っぽいよ、うん、こういうのあってこういうのって最後にドカーンってくるみたいな、うん、ドカンドカンじゃダメなの、うん、そういう構成の妙が ちゃんとできてる上で、それには確かな技術と、はい、うん、やっぱりスキルで、ボーカルがこう入れ替わっていく時の声のバラエティーの、はいはいはい、引き出し多いね、多いね、確かに人数が。これはやっぱりオーディションから生まれたからこそできる妙、うんうん、これに合わせてこうふわりができてんだろうなと思った時に、はい、作品がすっごい起きてきてる。これはもうかっこいいっす、かっこいい、はっきりと。ただ、さっきのいわゆる若手の漫才師とかで面白いなとか、今見ておもろいなって素直に思うのと一緒で、うんうんうん、じゃあ飛び抜けてこの人たちはこれみたいな。ああ、はい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 。もうこの曲が鳴ったらこの人たちわーってなるとか、うん、例えばじゃあ INI が全くアウェイの現場に出た時に、うんうん、そのイントロが鳴った瞬間にみんながうわーってなるとかっていうところって、今後何が生まれるのかなとかって今思っちゃった、うん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 、INI ってこれなんですけど、はい、みたいな、はいはい、名刺代わり的なね。そう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 、なるほど、なんかそういうのが今後生まれるのかなっていう期待しかないんだけど、やっぱり次はそこと対峙するんだよ、ね、そうだよね、ボーイズグループ、いわゆる大衆性というかね。で、BE:FIRST がやっぱほらサマソニックに出ますよ、うん、INI もね、僕アクション起こしてほしいんだ。これどう思ってんの、はい、ロックフェスに対して、いや自分ではないと、うん、箱の中においてある種の成功を収めていくってことが大事なんだと思っているのか、うんうんうん、それともワールドワイドな一つのロックフェスとかに出ていくっていうのを一つの手法にするのか、うんうんうん、ポップ系だったら出るよとか、うんうん、ラップ系だったら出るよとか、うんうん、K-POP のイベント出るよ、向こうの海外の韓国行ってそこを出ますよっていう形なのか、うんうん、そこはねちょっと見たいかも。なるほど。まあ、これはジャニーズグループ全般にも思ってますよね。まあだからメトロックの大阪で今回ジャニーズウエストが出るっていうこと、はい、まあ関ジャニエとか出てきたこともありましたから、うん、やっぱそれを踏襲してやってるんだけど、うん、他のグループはそういうことに対してどう思ってるのかとかは、うんうんうん、特にコロナ禍が明けてフェスっていうのが再開するタイミングで、ね、ボーイズグループがどういう答えを出すかっていうのは、実は一応音楽ファンとしてすっげえ楽しみしてるね、はいはいはい、俺、うん、
まあ見立てだよね本当に、うん、今後どういう風にして、そうだね、確かにそういうフェスとの付き合い方、いやその土地は譲りますわ、天下取りに関係ないんですから、はいはいはい、なるほどなるほどと、そういう作戦かと、はい、でも武田信玄とか見てるのかで見てる当時の戦国時代のおじさんはさ、農業しながらね米作りながら、なんか信玄はあそこ狙わんらしいよって信長っていうのが出てきたらしいねって聞いた？天下取りのね、そう今川をカウンターで何千何分の1で倒したらしいわって、すごい若者出てきたなって長屋さんやどう感じよ俺たちは、日々同じことを粛々とやりながらね、はいはいはい、俺たちはね、ちょっとどうなるんやろうね、思いを馳せながらね、そう面白い、でも確かに、いや、まあ、間違いなくでも今のボーイズグループのこのブームの、うん、はい、まあ、先頭行ってる、まあね、立役者でもやっぱ BE:FIRST と INI は外せんねっていう感じが俺はする、まあ、そこにやっぱジャニーズグループが、ジャニーズという看板を背負って、うんうんうん、ジャニーズっていうものの誇りを背負って、うんうん、ちゃんと対峙していくことが大事なんですね。面白いよね、そう、本当群雄割拠とはよく言ってもいや、もう本当そう、みんながね、こうやって出てきてしのぎ削り合うってめちゃくちゃかっこいい、年に1回やってほしいよね、関ヶ原みたいなやつ、あ関ヶ原でやってほしいよ、関ヶ原本当に天下取り、ボーイズグループの天下取りフェス司会やりたいよ違う、DJ 大の字DJ 大の字ね、うん、どうする、打ち上げ DJ 一人もいなかった、誰もいねっていうメンバーのメンバー、ワイセス DJ みんな早く終わんねえかなっていうこうなんで入るとこないよあでも見たいよ、見たい見たい、でもそれこそ本当フェスにはだったらなんだろうね、これちょっと違う回で喋る、ボーイズグループ関ヶ原っていうフェス架空でやった時に鳥どこか鳥どこ関ヶ原フェス関ヶ原そうよ、ちょっとそれは違いで話すあえらいかっこいいっすかっこいいっすかっこいいっす、はい、すげえ、もうどこかでお仕事っていうか、単純ライブ見に行きたいけどね、うんうん、確かに、うん、吉本のあれでうまく忍び込めないもんかねはい、はい、かっこいいです、はい、ゴールドワンワンナイでございました、チャンネル登録しちょくれー。